んこんにちは、ちゃんまです。いつもご視聴ありがとうございます。視聴者様の方からですね、ぜひチリビーンズを1回の作り方を教えてほしいって、動画にしてほしいっていうご要望がありましたので、今回作っていきたいと思います。結構ね、このチリビーンズはですね、スパイスとかも使うんですけども、割と私は作ったことないんですけど、簡単にできるようですし、いろんな場面場面で使えるレシピだと思いますので、どうぞよろしかったら最後までご視聴ください。はい、そしてこの動画が良かったなと思った方は、グッドボタン、高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、それでは始めていきたいと思います。スタート。今日はよろしくお願いいたします。はい、それでは材料紹介を、はい、はい、お願いいたします。材料紹介。はい、お願いいたします。はい、レッドビーンズは好きだから、これは必ず入れます。はい、白インゲン、白インゲン、これが赤インゲン、赤インゲン、はい、で、ホールトマト、はい、で、ホールトマトは、はい、本当のホールだと結構潰すの面倒だから、いつもカットのトマトを使います。はい、これはたまたま あったやつで、いつも缶のミックスビーンズあるんだけど、今回なくて、この缶パックのやつ、はい、これがやっぱトロトロになって美味しいから、はい、これは入れます。はい、まあ、ここが本当に自己流っていうかあれなんですけど、ニンニクと生姜と玉ねぎはまあこのぐらいの大きさだったら1つだけど、大きい玉ねぎだったら半分、はい、で OK。 あと生姜がこの手のひらにこう乗るぐらいの感じ、まあ、大体分量は1対1ぐらい。あとまあ今これしかないんであれですけど、中玉1個ぐらいでいいですね。はい、ちょっとちっちゃめですけど、大きいやつだったら半分ぐらいでいいし、まあそこも好み。はい、これはみじん切りして入れるんですか。そう、全部みじん切り、はい、あとはこちらは何のスパイスはチリパウダーと、これレッドペッパー、こっちがチリパウダーで、これレッドペッパーで、本当カイエンペッパーを入れてもいいんだけど、はい、ちょっと今回なかったから、はい、レッドペッパーにしました。基本このチリパウダー、チリの香りがするこのチリパウダーは絶対入れてほしいです。はい、こちらです。あとはだしとかも合うね。本来鶏ガラじゃない、鶏ガラがなければ、いや本当何でも代用でもいったら、あと鶏ガラスープ、これまあだしだから鶏ガラじゃなきゃ必ずダメってことでもないんですけど、ウェイパーとかソーミションタンとか、そういう、そういうのでも OK、 だし系のものだったらいいってことですよね。はい、あと一緒に入れるこの、うちはみんながソーセージの切ったやつを一緒に入れるとみんな好きなんで、ソーセージにするんですけど、まあ、別に鶏肉とかでも美味しいし、手羽元、手羽中でもいいし、ももでもいいし、胸がちょっと合わないかな。でもソーセージとか美味しいね、ベーコンとか。手羽元か手羽中でやったこともあったよね。まあ、それもトロトロに煮込んで入れると美味しい、ほろほろ。で、これはどのぐらいの分量入れます？お好みですけど。これはお好みだけど、結構多い方が美味しいかな。はい、これはだからこういうなんか大袋みたいなので買うといいかもしれない。これ全部入れちゃう？いや、全部は入れなくてもいいな。でも、もう空いてる、まあまあな量は入れた方がいいと思う。うん、もうそのぐらいは入れちゃっていい、全然。まあ、何本これ、何本ぐらい、12、3本じゃあ15本。よくほら、袋、小袋で2パックぐらいになってるやつあるじゃん。それだ、それでいい。あれでいいと思う。はい、量にもよるけど。はい、じゃあ材料はこのぐらいで、それで一応今日使うお鍋なんですけども、こちら あのお鍋なんですが、この鍋は大きさは27センチ、このお鍋自体は27センチで、ここまで取っ手まで入れると34センチ。こちらのね、バーミキュラのお鍋のサイズよく聞かれるんですけど、ここからここまでが27センチで、ここからここまで取っ手まで入れると34センチなんですけど、このぐらいのお鍋で一つ今日は作るぐらいの材料なので、はい、もうちょっとちっちゃいお鍋で作る場合はもうちょっと分量、少しトマト缶を減らすとか、豆は多くてもいいと思うんですけども、そんな感じで調整していただければ結構かと思います。はい、それでは、あとオリーブオイルですよね。
オリーブオイル、はい、最初ね。オリーブオイル足りるかな。足りると、うん、じゃあこちらでやってまいりましょう。はい、あれかみじん切りだよね。うん、じゃあみじん切りはねブンブンチョッパー使います。あのね、ブンブンチョッパー入れるときはもう結構細くするからさ、いや、これで十分なる。やってみて。すごい、すごいでしょ、うん、ブンブンチョッパーをして威力でしょ。これはね、玉ねぎ1個分が入るブンブンチョッパーです。何これ、すげえな、うん、私ね小さいの持ってたんだけど半玉ずつしか入んないから、あの今年買ったのよ、この大きいの。そう、これ楽、これすげえな、初めて使ったけど、うん、結構細かく、超時短だなこれで。細かくこんなにしたくなければそんなにやんなくていいしさ。いや、いいのいいの、このぐらいに、うん、もう口当たり長くなるぐらい炒めてからさ、うん、なるほど。さて、ニンニク、ちょっと楽でしょ、うん、ニンニクは俺、ニンニクもそれいいですよ、混ぜて。そうそう、一緒に炒めるんでしょ。そう、そしたらニンニクも一緒にブンブンしていいの、生姜も。はい、あとねバケットと一緒に今日は食べるので、こちらのバケットもちょっと冷凍庫から出しました。生姜みたいに繊維あるのもいいの、これブンブン全然。よし、もう一回ブンブンすっから。すげえな、ブンブン。気に入ったこれ。超楽。ほとんどない。よし、もう超時短だわ。この刻むの結構大変なのよ。そうだよね。あと煮込む感じでしょ？そうそう。あ、そうだ。豆はさ、水切っておかないとダメだからね。あの、まあ、水全部入れちゃうとドロドロになっちゃうから。あ、じゃあ、それに？オリーブオイルは。大さじ2杯半ぐらい、2杯、まあ鍋にもよるけど、この鍋なら2杯半ぐらい、ちょっと多めな雰囲気感じで、このさっきやったブンブンした玉ねぎとニンニクと生姜を、ここまで油温めてからじゃなくていいのでもう入れちゃう。で、これ割とじっくり系なので、これ使っていい？うん、割とじっくり系なので、この間にちょっとソーセージを切っておく。結構うちではあのたくさん作って何日かで食べます。あっという間に食べちゃうんですけど、どうせだから一気にいっぱい作っておきます。ソーセージはこのぐらいかな、大きさ、まあ、好みだけど、うちはこのぐらいで切ります。めめっちゃ、すごい。何かしんね、このソーセージもうまいんだよな。ソーセージ、鶏肉も美味しかったよ。鶏肉もうまいけどね。でもベーコンとかでもいいだろうしね。何でも。鶏肉だとあのほら、骨付き？豆入れないで、辛くしてパスタソースにするの美味しいよね。これ、最初これです。あ、ね、マジで。なんで？ブンブンのおかげで全然痛くねえよ。いやいや、なんか喋れたらね。そうだ、あ、まあね。いや、もうないんだけど。やっぱりね、豆をいっぱい取れるからね、いいんだよね、タンパク質。美味しいしさ、お腹にたまるから。だいたいこのぐらい。ちょっと多いように見えるけど、割と食べてるとちょうどいいと思います。もう切るものはこれで終わりね。切るものは終わりだね。はい、だからお好みの豆でいいぐらいの感じだよね、きっと。うん、はい、本当に豆の量もお好みでいいんだけどさ、一番やっぱ多いこと好きだからね。そうそう、お芋が美味しい。この料理に関してはこの玉ねぎの食感とかなくていいかもしれない。で、これ次ソーセージ。はい、ソーセージ入れます。うん、ソーセージもちょっと風味出てくるくらいの、はい、
中火よりちょっと下ぐらい、ちょっと弱火ぐらいです。サッとでいいの。あのソーセージ煮込むと味と風味出てくるからさ、サッと炒める程度で、次トマトペーストすべて入れる。普通になんか完熟のトマト冷蔵庫とかで余ってたらそれも入れちゃって全然いいよね。全然、トマトってほら煮込めば煮込むほど甘み出るじゃん、時短でやる時があれば、例えばちょっと砂糖入れたりとか、あと味決まんない時ちょっとケチャップ入れるとか割と決まる。砂糖入れなくて今日大丈夫？少しコク出るんじゃない？少し入れる。いつも俺少し入れるから。じゃあ説明すればよかったね。ここからはちょっと火を入れて、中火ぐらいにしてグツグツ言うまで、じゃあ一旦煮込みます、だいぶグツグツ言ってきた。煮詰めたいから、この鍋だと煮詰まんないでしょ、あんまり。あの、無水だから、無水調理とかできるから。だからこの鍋だったらちょっと蓋上げてでもいいかもしれない、で、豆を入れてから味決めちゃうと、あんまりこれは混ぜすぎると豆崩れすぎちゃうから、もう豆入れる前にある程度塩コショウとか、鶏ガラとかで味決めちゃうから、でし、まあ味はお好み、見ながら。まず塩。まあそうだな、小さじ1杯半ぐらいだな、とりあえずあんまり最初から決めちゃうと後でしょっぱくなると。黒胡椒は本当にちょっとでいい、他にスパイスあるんで。辛さもお好みで、チリパウダーの辛さ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。とりあえず20。足んないと思うけど。チリパウダーってそんなに辛くないんじゃなかったかな、確か。辛みはレッドペッパー。レッドペッパーかカイエンヌペッパー。振り1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、15回ぐらい、でちょっと一回押さえる。レッドペッパー15、チリパウダーが20。チリパウダーもうちょっと入ってもいいな、ま、香りが立ってないな、あんまり。チリパウダーもうちょっと入れる。チリパウダー2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、待て、14、15、35です。チリパウダー35振りで、レッドペッパーが15振りで、とりあえず、あとそれ以降はもうお好みで調整してみてください。で、鶏ガラも入れます。はい、結構鶏ガラ大事だよね。だし大さじ1、はい、あとお砂糖は、お砂糖はちょっと味見てから、ちょっと味見てみます。うまっ、美味しい。決まった？すごい。ちょっと塩味あってもいいかな、はい、辛みは結構あるね。辛みある？もうこれ以上にしちゃったら、俺らはもうちょい辛くてもいいけど、子供たちがダメかもしれないから、もうちょっと塩足します。チリパウダーは多めでもいいかもしれない。チリパウダー35振りしたよ、もうちょっと多くてもいいかもしれない、チリパウダー。あ、レッドペッパーが15振りでも辛いってことね。割と辛いの好きな方だったら、いいけど辛いの苦手だったら15振りちょっとやばいね、やっぱり味見しながらご自身の好みの味にしてってもらった方がいいかも。甘みが足りないなと思ったら、あの砂糖とか、まあケチャップとか、ちょっと隠し味程度だよ、隠し味程度に。あんま入れすぎるとほらわざとらしい味になっちゃうから、ただちょっとこのまままた少し煮込みます。はい、少々お待ちください。豆はまだ入れない。じゃあそろそろ豆入れます。今度、あのビーンズたちを入れてから少し煮込みます。はい、すごい量だね。で、最後に味ちゃんと調整する。もう豆も火通ってるから、そんなに別に煮込む必要はないよね。大体ずっと中火でやってます、
焦げつかないようになる。はい、これでちょっと最後に味見してまた。はい、蓋は蓋閉めていく、はい、超簡単でしょ。うん、簡単。はい、だいぶ煮込んで詰まってきた状態です。はい、だいたい30分ぐらい煮込みましたね。甘みもトマトホール缶によるんだろうけど、このトマトホール缶すごい甘みある、はい、あって美味しいから、砂糖は今回は入れずに、入れで隠し味にちょっとケチャップ最後に、はい、ちょっとだけ、うん、はい、トマトホール缶によっても味が違うらしいので、ちょっと砂糖とかお塩とか加減してみてください。じゃあちょっと運んでもらいましょうか。はい、ありがとうございます。はい、完成しました。こんな感じです。で、ちょっとバケットにつけて食べるのが美味しいので、軽く焼いたバケットも用意いたしました。はい、それでは今から食べていきたいと思います。パセリって乾燥パセリですね。で、お好みでタバスコをかけて食べたいと思います。はい、今日はどうもありがとうございました。それではいただきます。はい、いただきます。はい、私はちょっと小豆茶をいただきますね。どうです？うん、大成功。うん、美味しい、美味しいと思う。いただいていきます。結構辛くなったんですよ。辛くなった、うん、うん、でも美味しい、美味しい。このトマトオルカいいね、甘い、甘い、うん、いただきます。うん、美味しい、うん、うん、辛いでしょ。全然、うん、あとから来るのかな。この時間が経つとこの豆がちょっと柔らかくなってね、煮崩れていく感じで、そうそうそう、今豆がちゃんとある感じ。うん、うん、もっとね深くなるよね、うん、時間経つと。うん、でも美味しい、この出来たても。うん、出来たては出来たてのね、辛くないと。でも辛いの苦手な人はダメだけど、うん、やっぱりある程度食べれる人はこのぐらい辛くていいと思う、うん、うん、ちょっとバケットに乗っけて食べますね。食べます。うん、どうしよっけ。うん、ちょうどいい、ちょうどいい、うん、うん、いくらでもバケット食べれんだよね。久しぶりに食べたな。うん、久しぶりに食べた、ほんと、うまい、うん、うん、なんかペコペコだったから、みんな辛くて歯も食べてくる、部屋が開いてる。うん、なんかさ、こういうスパイスの辛みって一気に毛穴開くよね、うん、頭の毛穴開くの。うん、わかる、うん、あ、でもこのぐらい辛くないかな、うん、チリビーンズ、うん、美味しい。甘いけどお砂糖入れるとコク出るから、ちょっと入れてもいいのかもね。もうちょっと時間経つともうちょい出てくると思う、うん、まあ、出来たてだからね、うん、あのカレーの出来たてあるじゃん、うん、それと同じ似たような感覚、うん、ね、うん、カレーも出来たても美味しいけどみたいな、うん、美味しい。ソーセージ、うん、ソーセージもいっぱい入ってもいいな、うん、うん、いっぱい入ってもいいな、うん、ソーセージな、タバスコ辛いんだけど、違うの、酸味、味変で酸味でも美味しいよっていう、うん、
ことをね、辛いとかじゃなくて、あのタバスコの酸味がまた味変になって美味しいよ。やばいな。うんうん、うまい。これさ、あのタコスのソフトシェルあるじゃん、柔らかいやつ、うん、あれにくるんで食べても美味しいんだよ、うん、だからタコスにもいいんだよね。あのトルティーヤ、お、あれが美味しい。あの挟んで、あのピザ用チーズとかでも何でもいいか、このっけて食べたりしても美味しい、うん、あ、これチーズでも合うね。野菜とか、あ、チーズかけて食べさせればいいか。チーズする？今、いや今はいいけど、じゃなくてほら、いや、うん、辛さ柔らぐんじゃない、うんうんうん、美味しい、ほんと美味しい。作ってみてくださいね。本当はレンズ豆っていうので作るんだってね。レンズ豆ってさ、ちょっとちっちゃめの小豆みたいなちっちゃい豆だよね。そうそうそう、あれが本当なんだって。へえ、うん。俺はこっちの方が好きなんだよな。これ一応主人のオリジナルですから。そうなんです。昔から作ってくれて、私が定期的に食べたくなると作ってって言って、今日初めて作ってみました。で、ちょっとね、もう一つ、あのこちらのブルさん、こちら以前コストコの購入品とかで紹介したんですけど、めっちゃうまね、うん、コストコはね、3つで1000円もしないから安いんでる、1000円ガーリックとかハーブが入ってるチーズですね。ホロホロホロってなって、ちょっとカッテージチーズみたいな感じなんですけど、こういう感じで、もうワインのおつまみにも最高。あ、そんなにたくさんいらない。あ、これでいいや。そんなにないんだ。結構ね、ホロホロほろけちゃう感じ。うん、美味しいよね。まあまあまあ、うまっね。うまっ、欲しいのよ。あ、定番の食べ方はバケットやクラッカーにそのまま乗せてっていうのもあるんだけど、熱々のパスタやステーキ、フレッシュなサラダのトッピング、いいね。あ、そっか、いいね、サラダにもいいね。あとステーキの上に乗せてもいいんだ。あ、いいかもね。あのちょっとほらガーリックの風味ね。あ、それやってみよう今度。うん、マジうまいな、これ。クラッカーもいいけど、やっぱりバケットいいな。うん、うまっ。これなんかあれだね、カッテージチーズみたい、ホロホロしてて。うん、うん。ブラックペッパーのもあるね。うん。カルディとか、そういう輸入のお店にある。うん、これやってこれやってもいいんじゃない？うん、合うよね、うん、絶対合うよね。ほんとうまい、このチーズ。このチーズとこれも相性絶対いいよ。これこれこれ、ほら、一気にちゃう。うん、どう？バッチリやね。うんうん、うん、バッチリバッチリ。うん、なんかうまい。ちょっとさ、奥行きっていうか複雑な味になるね、うんうん、合う。うん、めっちゃいいわ。あ、これチーズスパゲットにのこれじゃなくてもさ、チーズ乗せてこれ食べても美味しいね、うん、合うね、うん。あずき茶、最近飲んでるあずき茶。はい、お友達にいただいた温活農園、はい、これがむくみが取れたりするっていうので今煮出して飲んでます。それでですね、あの今この夜間に入れて、煮出して飲んでるんですけど、あの前回のトーク動画、長いトーク動画、あの結構皆様に見ていただけて本当にありがとうございます。あんな長尺の動画絶対誰も見てくださらないだろうと思ってあげたら、
たくさんの方に見ていただいて、しかもあの神回とか言っていただいてすんごい嬉しかったです。あのインスタの方でたくさんコメントいただいて、それでこう皆さんとこうお話ししてるみたいな感じでライブ感覚でねやらせてもらって、ちょっとライブだとちょっとハードル高くて心の準備もあるのでなかなか簡単にできないんですけど、まあ、あんな感じで飲みながら動画だったら結構、うん、まあまあしょっちゅう撮れるのかなと思って、あの週末にああいう動画をもう上げ、これからも上げて私も皆さんと一緒にお話ししたり飲んだりするような、で週末にこう皆さんと晩酌してるような気持ちでお話しできるので、また近いうちまた本当にやりたいと思います。ありがとうございます。はい、でその時にですね、この夜間気になってたので紹介してくださいっていうことで言われたんですね。阿久のカフェぐるぐるっていうカフェがあるんですけど、そこのねカフェの暖炉にねポーンってインテリアで置いてあったんですよ。素敵だなと思って聞いたんですよね、お店の人に。そしたらアマゾンで購入しましたって言われて、1年ぐらい前ですね購入したの。どこのものかというとハースデザインズのホーローケトルですね。これで 2.3 リットル入ります。でマットブラックで、今検索すると 14% オフで8250円が7080円の税込みで購入できるみたいです。こんな感じで、なので気になる方はどうぞあのチェックしてみてください。はい、でも簡単ですよね。今日私作り方見てたら、だから私もあの覚えたら食べたい時作れるなと思いました。いつもあの主人に作ってって頼んでたんで、これももしよろしかったらあのレパートリーに皆さんの加えていただければ、あのゴールデンウィークとかご家族がこう集まった時に、あのこれに例えばあのタコスのソフトシェルトルティーヤみたいなのをポンと置いて、チーズもこう置いて、まあこういうのもあるし普通のチーズでもいいし置いたり、あとお野菜とかポンポンポンと置いて、手巻き寿司みたいにこれをメインにするとちょっとパーティーメニューにもなるのではないかと思います。小さいお子さんのいるご家庭ではもう辛みを入れる前にも抜いちゃった方がいいと思いますね。美味しかった、ごちそうさまでした。あ、ごちそうさまでした。はい、皆さんどうですか感想は。うん、久しぶりに作ったけど、あれだね、あの、なんだっけ、これブンブンチョッパー、すごい時短、楽に作る。こんなもの包丁で切った方がいいやと思ったけど、餃子とかの時、結構便利だからね。びっくりしちゃった、うん、まあ、皆さん持ってる方たくさんいると思うけど、いや久々に作ったけど、いいね、やっぱね。ね、いいね、うん、もうこれだけあれば、また食べるわ。ね、もう時間経てばますます美味しくなるんで、ありがとうございます。皆さんも作ってみてください。よろしく、はい、ありがとうございます。完全オリジナルですけどね普通のチリビーンズは多分違うと思うけど、あ、どういうんだろうね。私分かんない、俺普通の作ったことないから。あ、食べたことないのにオリジナル作っちゃう。いや、食べたことはあるよ、もちろん。日本で、アメリカで。うん、アメリカは多国籍料理だから、いろんな国の料理あるから。でも豆食べるっていうじゃん。豆はめちゃくちゃ食べる、ね、イメージがほらなんか肉ってイメージあるけど、肉も食べるけど豆をもうそれ以上に食べるっていう話。まあこういうスパイシーな食べ物はタコシェルにくるんで食べて美味しくないわけないよね。で結局メキシコとかの文化もね、まあもう半端じゃない、半端じゃない、半端じゃない。そう、いいよね、多国籍料理のこうチャイナタウンもあったりね、いろいろコリアンタウンとかもいっぱいあるでしょ。アメリカの方もいらっしゃるからさ、もし教えてほしいよね、本当の。そうだね、どんな感じとか。なんかもうちょっと茶色っぽかった気もするけど。あ、そう、うん、もう覚えてないわよ。豆が崩れて茶色くなってるとかじゃないの。だろうかな、とにかくすげえ美味しかったのは覚えてた。ところやと思う。でもジャパニーズに合う感じで、これ俺はこの生姜効いてるのが割と好きだから。あ、そう、生姜が結構ね、効いてます、うん、でね、うちのあのオリジナルパスタのメニューがあって、それがこのソースにすごく似てて、それにほうれん草と厚切りベーコンをこうローストしたのをこう入れてるちょっとオリジナルのパスタがあるんだよね。それがめちゃめちゃ美味しかった。それも前そのうちちょっとご紹介したいよね。そうだね、あのパスタも美味しい。大好きなのあれ。うちがお店やってる時に
オリジナル、その店名をつけたオリジナルパスタがあったんだけど、私いつもなんか隠れて食べたもんね。だから店の商品我慢できなくて食ってたよね、よくね。ストックしてる、もうお腹空くとね、勝手にね。はい、それでは皆さん、はい、こんな感じで時間があるときに夫婦の、まあ、もしかしたらその料理量動画よかったなって思っていただけたら、高評価グッドボタンいただいて、それで皆様の反応が良ければ、またこういう料理、お料理動画、いつもと違うスタイルのお料理動画をこれから一つの動画としてやっていきたいなと思いますので、ぜひ皆さんリアクションよろしくお願いいたします。はい、頑張ります。じゃあよろしくお願いしますね。私そんなレパートリーないんで、はい、私もオリジナルちょっと考えてみます。はい、それではありがとうございました。今日もご視聴最後までありがとうございました。